日本や中国などの海上防衛担当者による国際シンポジウムが中国で始まりました尖閣諸島などをめぐり海洋進出を進める中国への危機感の高まりを受けて不足の衝突を避けるための行動規範が採択されました20か国以上の海軍の幹部が一堂に会しましたまもなくシンポジウムが始まります <music> 中国海軍の進出により、東シナ海や南シナ海で緊張が高まる中、採択された行動規範には、武器の使用を自制することや、火器管制レーダーの照射をしないといった内容が盛り込まれています。